ダイエットをするときに食事を改善する、食事の量を変えるときはこの2つ、ここにだけ注意してください。これができたら全然無理せずに楽に食事の量を減らすことができます。こんにちは、ここからラボの片岡信恵です。心のこと、体のこと、生き方のことなどお話ししています。よろしくお願いします。今日お話しするのはダイエットをテーマにしたお話なんですけれども、以前の動画でもダイエットのことをお話ししておりますが、ダイエットするときには食べましょうっていう風なお話をさせていただきました。食べることで効果があるっていう風なダイエット方法ですね。そちらでまたご覧いただければと思うんですけれども、今日はその食べる量を減らしていくためにですね、その調整をするためにできることを2つご紹介したいと思いますので、ぜひこれ取り組んでいただきたいと思います。この2つができると本当にね、無理せずに食事の量を調整していくことができます。ちょうどいい食事の量をご自分の体で感じながら食事をとっていただくために2つのポイントをお話しさせていただきたいと思います。っていうのもですね、ダイエットするときに食事を減らそうというふうにすると、どうしてもこう無理しちゃうっていうふうなね、ここは我慢して食べずにいようとかいうふうなことをされる方とても多いんですけれども、もう我慢することっていうのは続かないです。体っていうのはやはり嫌なことをしていることは続かないようにできてるんですよね。そこに喜びだったりとか楽しさがないと体って続けられないし、追いつかないっていうふうな、変化も起こらないっていう風な現象が起こってきますので、我慢は本当にやめた方がいいです。したって効果ないですし、もしそれで効果があったとしても、後にその我慢の糸がプツンと切れた時にリバウンドっていうことが起こるわけですよね。そして体重が増えたり減ったりっていうのを繰り返すっていうのは健康的にもあまりよろしくないですし、おすすめできませんから、無理せずに自分のちょうどいい量っていうのを知るための方法を今日はご紹介させていただきます。これはね、食べるものじゃなくて食べ方のお話です。食べ方2つのポイントだけ、ここだけ注意して食べ方を変えていただけると、本当に食べる量ちょうどいいっていうところでやめられるようになります。こちらね、ご参考にしていただければと思います。ではまず1つ目ですね、これもう本当に基本中の基本です。よく噛んで食べましょう。子供の時から何度も何度も言われてこられたんじゃないでしょうかね。よく噛んで食べるっていう風なことはとても体にいいことだし、基本なんですよ。っていうのは、食べることっていうのは口から入れて体の中で消化吸収排泄っていう風なのが起こっていくんですけれども、この一旦ごっくん飲み込んでしまった後って、私たち自分の意思を全く反映させることできないですよね。今日はたくさん食べたからちょっと胃をたくさん働かせようとか思ってできるわけではないんですよね。自分の意思でこの消化管っていうものをコントロールできるのは本当に入れるところと出すところだけなんですよ。噛む、この動作ぐらい、あと飲み込むタイミング、ここだけなんですね。だからここをしっかり気をつけてあげないと、後の胃腸への負担がどん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 増えていってしまいますから、噛むっていうのは本当に基本です。しっかり噛んで召し上がってください。噛むことで得られるメリットっていうのもいくつかありまして、まずはその顎を動かす、このここの筋肉を動かすことで脳に満腹という信号が送られます。顎をしっかり動かして噛んだら満腹感が得られるんですよね。で、満腹感が得られると余分に食べないんです。だから麺類とかね、あんまり噛まずに食べると、なんかお腹はいっぱいなのに口が寂しいっていう風に感じることあるかと思うんですけども、これ別に口が寂しがってるわけじゃなくて、脳が寂しがってるだけなんです。噛むことが足りないっていう風に脳が感じてるので、もっと噛んでほしいから何か食べ物はないかなって探し始めちゃうわけなんですよね。だから脳を満足させるためにもしっかり噛んだ方がいいです。そして満腹感っていうのを感じたら、満腹感っていうのはもう入れなくていいですよと、入ってきたのは十分だから、これから次の段階消化という作業に入るから、もうこれ以上食べ物入れなくていいですよっていう風なサインですから、
脳で満腹感を感じさせてあげることでストップかけることができるんですよね。ですから満腹感を感じさせるためにも顎をしっかり動かす、よく噛むということはとても大切になります。そして噛むことっていうのは消化を助けることにもなるんですよね。ですから噛む作業で何が行われているかというと、口の中で唾液と食べ物を混ぜ合わせるっていうこと、それと体の中に入っていくのにちょうどいい大きさまで細かく砕くっていう風な作業を行っているんですけれども、この唾液と混ぜるっていうことでもすでに消化という活動は始まってるんですね。だから胃の中に噛まずに入ると消化の準備段階ができないまま入ってるので胃にすごい負担がかかってしまうわけですよ。そうするとね、やっぱりこう胃腸の働き弱くなると代謝も悪くなってくるので太りやすい体質になりやすくなります。ですからしっかり胃腸に働いてもらうためにも口の中でできるだけのこと、細かくすること、唾液と混ぜて消化の前段階を済ませてあげるということはしておいてあげるべきなんです、太らないためにも。ということでしっかりと動かしていただきたい。そして噛んでいくと、満腹中枢への脳への信号ももちろんなんですけれども、続きにある胃や腸に対しても信号がいきます。食べ物が入っていきますよっていう信号が届くんですね。そうすると胃は胃液を出して食べ物が入ってくる準備をしますし、腸も腸液や膵臓や胆のうからの消化液を出してきて食べ物が入ってくる準備をしてくれるんです。そうすると胃腸の動きもスムーズになります。で、代謝のいい体が作れる基礎がここで出来上がってくるので、脳を満足させるためにも胃腸を助けるためにも噛む、これ本当に大切なのでまずやってください。で、このお話をすると大体もう噛むのが苦手でねってすぐ飲んじゃうんですねっていう方が結構多いんですけれども、もうこれも習慣ですのでぜひ気をつけていただきたいんですが、ポイントとしましては一口目だけでいいのでしっかり噛むことを意識してほしいんです。お食事の最初の一口ですね、こうお口の中に食べ物を入れた時にその後すぐもうお箸はテーブルに置いて、手はお膝で、その状態でしっかり噛むことに集中してください。一口30回っていうふうに言われます。30回から50回ですね、しっかりと食べ物が口の中で細かくなっていることを感じながらもぐもぐと噛んでください。たった一口そうやって意識して噛むことで、その後の1回のお食事の間中普段よりも噛む回数多く食べる癖がつきますので、各1回ごとのお食事のほんの一口目だけお箸を置いてしっかり噛んで、その後食事を楽しむっていう風なことをしていただけると噛む回数自然と増えてきますので、ここも無理をせずね、ただ数を数えてもぐ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 ってやってて、これ全然美味しくないですからね。美味しくない食事を取るのは良くないですから、一口目だけレッスンをしてその後のお食事を楽しむっていう食べ方で噛む回数を自然に増やす行動をとってみてください。2つ目ですね、2つ目の痩せる食事方法、これなんですが、これもとても簡単です。簡単なんですが、姿勢を正す、背筋を伸ばして食べるっていう風なこと、ここを気をつけていただければと思います。よくよく考えてみると分かるんですが、こう背中を丸めて食べるとですね、胃の位置がズドンと下に落ちるわけですよ。胃が落ちると広がるスペースできるんですね。しかも背筋を丸める腹筋が緩んでしまいますので、いくらでも膨らむんです。ということはいくらでも胃に入るようになっちゃうんですよね。どうぞ入ってくださいっていう場所を用意して食事をしてしまう。そうしたら必要以上に食べてしまうわけですね。だからついつい食べ過ぎちゃうんです。これを背筋をぐっと伸ばして食べると胃が落ちないまんまの定位置で入りますし、腹筋もちゃんと張っているので無駄に広がることがないんですよね。そうするとちゃんと必要な量で食べることができますし、胃の膨らみも制御することができるっていう風になってきます。まあ、シンプルに考えても背筋を伸ばして食べていると動作も美しくなりますよね。変にここで書き込んで食べるっていうふうなことはむしろやりにくいと思うんですよ。
まあ、試しに1回やってみてください。背筋を伸ばしてお行儀悪く食べるってことは多分やりにくいんですよね。で、私たちはそのお箸を使う民族ですから、なおのことお行儀よく食べるっていう風なことができると、それだけでも食事を丁寧に取り扱えますから、無駄にたくさん食べずに済むっていう風な効果も出てきます。だからね、他の民族の方よりももしかしたらやりやすいかもしれないですよね。姿勢を正して食べる食事量の調整法っていうのはやりやすいと思いますので、ぜひここも挑戦してください。背筋を伸ばして食べる、それだけで随分胃の動き変わってきますので、これもやってみて感じてみてください。という、まあ、この2つですね、よく噛んで食べることと背筋を伸ばして食べること、この2つができると自然と食べる量っていうのは無駄にたくさん食べ過ぎないように調整できるようになってきます。もちろんこの大前提として満腹以上に食べないっていうことは必要ですね。動物の中で満腹になるまで食べる動物ってあまりいないんですよね。満腹で気持ち悪いなとか、ゆっくりしようっていうふうにやってると、今度は自分が餌になっちゃうっていう風なサバイバルの中で他の動物たちは生きていますから、こんなこう贅沢というか動物らしくない行動なわけですよ。満腹を超えるような食事の仕方っていうのはね、そこをより自然に戻すための行動として、よく噛むこと、姿勢を正すこと、取り組んでいただくっていうことですね。それと、まあ、大前提としてやはり満腹まで食べないっていうことと、もう一個お腹も空いてないのに食べるっていうのも、これもまあいわば不自然ですよね。お腹が空いてる時にお腹を満たす、気持ちを満たすための食事をする、少し足りないぐらいがちょうどいいっていう風な感じでお食事取り組んでいただけると、これ結構無理してない状態なんですけれども、自分にちょうどいい量っていうのが分かってくると、今までどれほど食べ過ぎてたかっていうのにも気づけますので、そうやって自分のね、体と向き合う食事の仕方をしながら、食事の量を調整して気持ちいい、ちょうどいい体を作っていくっていうことに、挑戦していただきたいと思います。はい、ということで今日のお話はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルでは心や体のこと、生き方のことなどお話ししながら、少しでも楽に生きる、自分らしく生きるっていう風なことをね、テーマに取り上げていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。